っぱ時間少ない中でやるってことは、一気を大切にしていかないといけないと思うんで、はい、全部試合だと思ってて OK。 よし、かよ、はい。夏の甲子園を7回経験している新潟明君、11年ぶりの聖地へ。夢の舞台というか、本当にそこで野球したら、まあ、どれぐらい楽しいのかっていう、はい、まあ、未知の舞台なんですけど、本当にそこで野球をしたいっていう気持ちが、はい、強いですね。去年の秋、2016年の春以来となる県の頂点に立った明君。しかし今年の春は初戦敗退と、もう一度チャレンジャーとして夏に挑みます。春の大会終わってから本当に一からやり直しということで、自分たちの野球しっかりやれたら、自然とまあ甲子園の方からまあ招待状が届くような形でできるんじゃないかということでやってます。注目は3人の投手です。球威のあるストレートとキレのある変化球に加え、コントロールにも磨きをかけた和田駿。身長186センチで最速143キロを誇る大型サウスポー、荒川アスル。そして去年の秋優勝の立役者、これまでエースナンバーを背負ってきた樋口歩夢。明君が誇るサウスポー三本柱です。まあ、自分小中全国行ってて、もう高校もいい仲間に出会えたんで、まあ、最後は絶対行きたいっていう気持ちがあります。日々フォームなどをアドバイスし合う3人、ライバル意識を持ちながらも同じ夢舞台を目指す仲間として切磋琢磨し成長してきました。今年の夏のエースは俺が取る。せーの、俺。正直誰よりも3人と同じぐらいの実力があって、みんながどの番号をもらっても一番だと思ってやってるとは思います。自分が投げたいっていう欲あったんですけど、やっぱり自分の力だけだといけないんで、それはもうこの2人に頼るっていうか、こうやって左ピッチャー3人も、これはやっぱ偶然ですけど、チームにこう役立てる存在になるっていう方が大きかったので、このメンバーで絶対甲子園に行きたいなっていうふうに思います。3人の大黒柱を支える打の中心は、身長160センチの4番、五十嵐太郎です。小さいからこそ、まあ、周りの人も自分を見て注目してくれるかなって思ってるんで、ピッチャーもストライクゾーンに投げるのがすごい困難だと思うし、まあ、小さいからこその武器もあると思うので、そこを存分に生かして戦っていきたいと思ってます。去年の夏からメンバー入りし、新チームになってからは不動の4番。ムードメーカーでもある小さなスラッガーがこの夏の得点源です。目標としてたチームで4番打たせてもらってるのはすごい光栄なことなので、やっぱりまあそのメイ君の4番っていう名に恥じないような結果を残せるようにやっていきたいと思ってます。部室に飾られていた一枚の色紙、ドラフト1位でプロ入りした偉大な先輩からも大きな刺激をもらっています。自分を信じればできないことはないんだというふうに教えてくれたので、それが今にやっぱつながって、今につながっていると思います、はい、チームの合言葉は甲子園で明君旋風を起こすことです。メイ君ブルーのユニフォームをやっぱ甲子園で見たいって言ってくださるその人もいるので、その人たちのためにも、しっかりメイ君らしい野球を見せたらと思います。